こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も日中戦争の続きを解説していくよ。前回は102号作戦を解説していたな。そうだね。今回はその続きからになるよ。前回までの流れは再生リスト、中国戦線でまとめているから、よかったらそちらも見てね。よろしくね。毎回前置きしているけど、今回も解説するのは、あくまで一説であり、諸説ある場面もあったり情報が錯綜したりしている点も、あるので、すべて鵜呑みにせず、気になった人は調べてみてほしいよ。大事なことだからよろしくね。また今回の動画は、激戦を名乗っているくせに、あんまり戦闘の場面が出てこないよ。ごめんね。でも日中戦争では重要なポイントになるので、動画にしました。よろしくね。では解説していくよ。日本陸軍が広い中国大陸で中国軍を攻めあぐねていた1941年6月22日、ドイツ軍がドイツとソ連の間で結ばれていた独ソ不可侵条約を、一方的に破り、戦闘状態に陥ったよ。いわゆる独ソ戦ね。ドイツ軍は国境地帯を突破するとソ連赤軍部隊を次々に破り、奥地へ進撃していったよ。このような中、1941年6月24日に大本営陸海軍部において立案された。情勢と推移に伴う帝国国策要綱が7月2日の大本営御前会議において決定されたよ。内容は以上のようなものだったよ。見ている限り、北も南も攻め込む準備をしますよって感じに見えるわね。そうだね。これは北進南進ともに準備を進めることを国策としたものであったよ。そんなにうまくいくかしら。そんな中、北進論である対ソビエト戦争の準備とされたのが、関東軍特殊演習、略して関特演であったよ。大本営陸軍部は、独ソ戦がドイツ有利に展開した場合に参戦できる体制を、整えるため、満州を守備する関東軍増強を決定。それにより在満戦陸軍部隊の人員は35万名から85万名まで、増強される予定となったよ。この満戦向けの動員及び集中輸送は陸軍創設以来最大とされたよ。そんな余裕日本にあったのか。しかし日本は第二次近衛内閣外相の松岡洋介が日ソ中立条約を41年4月に、締結させていたため、密かに対ソ武力準備を整える関係上、関東軍特殊演習の取得名称を使用することとしたよ。独ソ開戦前、極東ソ連赤軍の兵力は、35狙撃兵士団、2国兵士団、戦車約2700両、飛行機約2800機、潜水艦約100隻と日本側に推定されていたよ。さすがソ連赤軍、極東だけでこの数とかおかしいわね。陸軍はこの極東ソ連赤軍兵力が41年8月上中旬において、ドイツとの戦闘のために兵力が引き抜かれ、地上兵力が半減、その他部隊が3分の1に減れば、9月初頭から武力を行使する計画を立てていたよ。関特演は満州と朝鮮に展開する14個師団を動員させ、内地の2個師団を満州に派遣、その他部隊や膨大な軍需品を送ることで関東軍を70万人以上に膨れ上がらせたよ。動員は1941年7月13日に行われ、100号動員という取得名称が使用されたよ。13日の第一次動員で内地における300以上の様々な軍直轄及び航空部隊が動員されたよ。16日の第二次動員でも450もの部隊が招集されたよ。えげつない数ね。動員も極力取得して行う方針が取られ、動員の伝達は電報で行うところを、所管に切り替え、招集令状の、住院招集、という軸を、臨時招集、に置き換えたよ。さらに在満州部隊の動員においては、満州在住民の招集は控えられたよ。ちなみに対ソ開戦を行った場合、34個師団を使用するつもりだったようだよ。またこの頃、ドイツからは対ソ開戦要望が届いているよ。すでにソ連を攻撃しているドイツからしたら当然の行動ね。快進撃を続けているドイツとは裏腹に、極東ソ連赤軍の兵力減少は、著しくなかったよ。7月12日時点で、狙撃師団5個程度、戦車5個旅団、機械化1個旅団、砲兵1個旅団程度が清掃されたと日本側に報告されたよ。もともと狙撃兵30個師団あると言ってたから、そんなにたくさん、引き抜いているわけではなさそうね。日本陸軍は短期間にソ連赤軍を撃滅できる時期が到来しない限り、攻勢を開始しないという、熟死主義を徹底したよ。熟死主義って何なのよ。これは、熟した火器が簡単に落とせるようにソ連がドイツ軍によって、崩壊する、後期、到来を待って対ソ開戦を行うというものだったよ。ただのリンチじゃないの。しかしその、後期は最終的に来ることはなく、8月9日に、
帝国陸軍作戦要項を決定し年内の大祖海戦を断念したよ。結局ソ連はこの後極東のソ連赤軍の清掃を開始し、ドイツとの最前線に部隊を投入したよ。ドイツ軍のモスクワ攻略も1941年12月8日に、総統訓令第39号によって、ドイツ軍部隊は防衛体制を取ることを命じられ失敗しているよ。日本はドイツの進撃に合わせバスに乗り遅れるな、と武力を行使する。政策を立て続けに取ろうとしたけど、太平洋戦争開戦の日には、ドイツの欧州制圧はつまずきつつあったよ。ソ連に対して武力を行使する、北進論、が頓挫する一方、南方に兵を進める、南進論、は前進を見ていたよ。1941年6月、日本はすでに南方施策促進に関する件を設定し、すでに北部に進駐していたフランス領インドシナ、仏印、の、南部へも兵を進めることを決定していたよ。1941年6月26日、陸軍は進駐軍司令部として、第25軍司令部の臨時編成を、発令したよ。第25軍司令官は前近衛師団長の飯田中将であったよ。また同時に南シナ方面軍が解体され第23軍の戦闘序列の加令が発せられたよ。これは南シナ方面軍が仏印方面と南支方面に分割されたことを意味したよ。第23軍は南部仏印進駐が一段落するまで第25軍支援のため大本営直轄となっていたけど、その後はシナ派遣軍総司令官の霊下に入る予定であったよ。海軍は第2検視艦隊を派遣すると決定していたよ。この艦隊は、第15戦隊の従順足柄、を機関に、第2、第5の2個水雷戦隊、空母、操縦、機油、を主力とした第2航空戦隊、その他航空部隊や補給部隊等で編成されていたよ。米国は、南部仏印進駐をある程度暗号解読で予期しており、急遽巡洋艦2隻をシンガポールへ入港させていたよ。大本営はこの対策として従順、熊野、鈴屋、三熊、最上、からなる。第7戦隊の精鋭を7月15日付で追加投入しているよ。南部仏印進駐に関するフランス政府に対する外交交渉は、英米の反響を考慮し、即決主義をもってする方針のもと、加藤中仏大使をして、直接 BC 政府に対し行われたよ。松岡外務大臣は、7月12日 BC 政府に対し外交交渉を開始させ、日本時間7月20日までに回答を求めるよう訓練。加藤大使は7月14日に交渉を開始し、フランス時間の22日午前、フランス政府は日本の要求を受諾したよ。その後、日本の現地機関と仏印の総督が現地材木協定を結んだよ。28日、日本軍は南部仏印進駐を開始。陸軍兵力は輸送船39隻に分乗して、各地への進駐を開始したよ。29日、BC において、仏領インドシナの共同防衛に関する日本国フランス国間議定書が調印されたよ。これにより、日本は軍隊の南部仏印への派遣、航空基地8カ所、海軍基地2カ所の使用、宿営、演習及び訓練等の行動の自由が認められることになったよ。この南部仏印進駐は日本政府や大本営が予想した以上に、英米乱の三国を降下させたよ。英米両国は日本軍の進駐に先立ち7月26日、日本の在外資産を凍結、かつ日英通商条約の破棄を通告。英国の影響下にあるインド、ビルマも日印通商条約、日綿通商条約を破棄。8月1日、米国は石油の対日全面禁輸を宣言。英乱もこれに続いたよ。石油がほとんど取れない日本にとっては致命傷に近いわね。戦車もトラックも航空機も軍艦も石油で動くから軍としては普通に致命傷だぜ。日本は対米戦を辞せず、の態度で進駐を強行したけど、連合国側がここまでの強硬姿勢に出ることを予想していなかったよ。こうして日本は自存自衛の危機に立たされ、当時世界の三大海軍と、歌われた日本海軍は座して死を待つ窮地に陥ったよ。対米戦進駐論が幅を利かせていた海軍において、この出来事から、対米一戦論が湧き、太平洋戦争開戦に繋がっていくことになるよ。また、政府はこれらの対日制裁に関して、ABCD 包囲網の形成によって日本の生存が脅かされていると宣伝したよ。ABCD 包囲網って何なのさ？これはアメリカ、イギリス、中国、オランダ、4カ国による対日包囲網という意味であったよ。これを宣伝することで国民の危機感を煽り、日本は自存自衛のための、対米開戦に迫られているという意識を浸透させていったよ。今回はこのあたりで終わりにしようと思うよ。続きは次回以降解説していくよ。よろしくね。ご視聴ありがとうございました。